猫目は、脊椎動物アモン捕入口に属する動物の分類群。学名のカーニベラを直訳して食肉目、食肉類とも言う。本来は捕食者として特化したグループであり、獲物を捕らえるのに必要な目、耳、鼻、フレゲなどの感覚器官と知能がよく発達しており、運動能力も高い。猫目は、魔獣類のうちで、肉を咲くためのハサミ状の放馬である。 列肉場を一水持つ者のグループと定義することもできる。原生の海星のグループでは、その植生もあって列肉場は失われている。猫目に属するほとんどすべての動物が肉食であるが、部分的にはヒグマ、ツキノワグマといった雑食性の種も見られ、特に竹を主食とするジャイアントパンダやレッサーパンダなどは、ほぼ完全な草食性である。 2010年時点で知られている最古の化石記録は、中華人民共和国や、北、アメリカから報告されている、古代三期の前期赤新生のものである。ミヤキス浄化に分類される初期の猫目は、種数、個体数ともに少ないグループであったが、後期死神予に、猫あ目と、犬あもが出現し、多様化を遂げた。猫目は、主に陸生の猫あ目と、 主に改正の足川目に二分されてきた。近年、帰客類の起源がクマ類の禁煙グループであることが明らかになり、列脚類、帰客類を同レベルの分類単位とするのが適切でないことがわかっている。そのことから、例えば、クマ帰客類というグループを下目の階、浄化の上位に設定し、ここにクマ浄化と帰脚し目を位置づけるという考え方がある。しかし、 一般用語としては、まだ列脚類、気脚類の二分法が用い続けられている。猫アムクは、かつては、犬状かコノワディアと、猫状かフェロイディアの二状かに分けられていた。あとに、化石種において、犬化が、猫化に近いことなど、類縁関係についての新知識を踏まえて、クマ状か、アークトディアマングウスース状か、ハーパイディア犬猫状か、サイナフェロイディアの三状かに、 分ける分類が提唱された。その後も、前述した、飛脚類の問題などによって、猫目の分類には、諸説がある。現在では、犬科目とクマシタ目などからなる、犬アモクと、邪行猫類、ハイエナ類、マングース類を含む、猫アモクとに分ける分類法などがある。英語版などより、分子解析による分類、2005年の JJ 不倫の系統樹による、ありがとうございます。